北極点、北極点、北極点とは、自転する天体の最北端、北緯90度の地点のことである。自転軸と天体表面が交差する2点のうち1つである。以下、特に断らない限り地球の北極点について述べる。北極点は、歴史時代においては、北極海の表情に位置しており、現在においては、 カフェクル弁当の北 713.5km の海上、氷上とされている北極点に一番近い陸地については地球最北の陸地を3のこと。現在では観光船ツアーなどにより1万2千人以上の人が訪れているとも言われるが、過去様々な探検家によって到達が試みられた。北極点到達を目指した最初の探検隊の一つが、 ウィリアム・エドワード・パリーの八百二十七年の探検であり、北緯十二度四十五分にまで達した。八百七十六年には、イギリス海軍のアルバート・ヘースティングス・マーカムが、北緯十三度二十分二十六秒に達している。八百七十九年から八百八十一年に、かけては、アメリカ海軍のジョージ・ダブル・デロング率いるジャネコが、北極点を目指したが遭難し、 デロング含む19名が死亡した。1893年、ノルウェーのフリチョフ南線がフラム号で北極を目指し北緯86度14分にまで達した。1897年にはスウェーデンのサロモン・アウグスト・アンドレイが気球による極点征服を目指したが途中で不時期して死亡している。1900年にはイタリアの王族であるルイージ・アメデオディ、 サボイアイコールアオスタがゼムリャフランツァヨシファから北進し、彼のタイのウンベルトカーニが北緯86度34分にまで到達した。夏には太陽が常に水平面上移動し白夜が続き、冬には極夜となる。地球上のほとんどの場所で、現地時間は経度によって、つまり空の太陽の位置に合わせて決められる。しかしこの方法は、 経度の存在しない特異点である北極点及び南極点においては適用する子が不可能である。さらに北極点には南極点と違い常住人口が存在しない。そのため北極点には特定のタイムゾーンが割り当てられていない。このような理由により北極点訪問の時には訪問者は任意のタイムゾーンを使用することができる。多くの場合、グリニッチ標準時、 または出発国のタイムゾーンを使用するのが一般的である。北極点は南極点よりもかなり温暖である。これは南極大陸という巨大な陸海の中心部にある南極点に比べて北極点は熱を溜め込んでいる海の上にあり、さらに標高の高い南極点に対しほぼ0メートルの地点に位置しているためである。北極点での冬。 1>, 1月の気温は低、摂氏43度から低、摂氏26度間で、幅があるものの、平均気温は低、摂氏34度である。6月から8月にかけての夏の気温は、氷点、摂氏0度前後となる。これまで記録された最高気温は、プラス摂氏5度であり、低、摂氏13.5度の南極点に比べて、非常に暖かい。 北極点の海氷は通常2メートルから3メートルの厚さであるが、この厚さは天候や気候の状況によって速やかに変化する。近年、北極点の海氷の厚さは減少傾向にあることが知られている。物理的には地球の回転主軸と地球表面との交差点であると考えられる。自点の回転主軸自体が微妙に変化することは以下に述べているが、 これ以外にもプレートの移動などで地理的な位置に未カの変化が生まれる。北極点、南極点、赤道は地球の回転運動から物理的に決定できるが、仮にイギリスのグリニッジ点問題に停戦の起点を置くとしても、世界の諸大陸や諸都市の座標位置は変化していく。地球の回転軸は永久不変に変化しないものではない。それらは、 天体としての地球における物質の配置により決まっており、質量の配置が変化するとき当然回転軸も変化する。この場合の回転軸は完成主軸を意味している。具体的には地球表面の温度は地質時代を通じて変動してきたことが知られており、現在より1万年前には北半球を覆う氷の層はもっと厚く、領域も広大であった。 このように北極及び南極に近い領域に大量の氷が氷河の形で蓄積されている場合、地球全体としての回転軸は現在のものとはわずかであるが違った位置にあった。また、地球では氷河の形成という回の過程以外にもマントル内において物質の対流が生じている。これはプレートテクトニクス理論が述べるように地殻表面においては 大陸のプレートの構成と移動、マントルへのプレートの沈下と流出という現象となって現れる。マントル大流とプレートの運動は地球全体としての質量分布の変化をもたらし、これによっても回転軸は変動する。したがって、極点の位置は変化する。地質学的な証拠では、亜熱帯、または温帯にある陸地に太古の氷河の痕跡がある。また逆に、 南極大陸に温帯、または熱帯の気候でなければ生育しない植物の化石などがある。地質学的太古においては、現在は極近くにある大陸が赤道近くにあったり、逆に赤道近くにある大陸が極近くにあった時代も存在した。地球全体として巨大な磁場が構成されており、地球は巨大な磁石にも例えられる。北極近くに 磁石の S 極があり、南極近くに磁石の N 極がある。しかし、近くと述べたように、地球磁石における北極、これを磁北極というと、慣性運動の回転の北極点は一致せず、1 0 0 0トル程度のずれがある。磁場が収束する磁北極に近い位置では、磁場は真下を向いているので、方位磁石の示す方向は正確ではなくなる。単に、 北極点といえば、通常は地球の北極点を指すが、回転している天体一般について、北極、南極という概念が適用可能である。時点運動をしている岩の塊程度の大きさの小惑星、地球の月のような衛星、内惑星、水星、金星、外惑星、火星、木星、土星など、さらに我々の銀河系、天の川銀河を含む、 銀河系一般も自転道をしているため、北極と南極あるいは北と南が定義される。恒星、惑星、衛星については、二つの極、自転軸と地表との交点の、内北極星、地球の自転軸の北極側の延長に近い方の、極を北極と定めている。小惑星や彗星は、自転が右回り、時計回りに見える位置から見て、手前が南で、 向こう側が北である。火星、金星、月などのように、表面が岩石のような固体や水などの液体である天体では、固体、液体表面と回転主軸の交差点が極点となる。しかし木星や土星のように、表面が、気体状態で明確な天体表面というものが、確定できない天体の場合、極点を明白に定義することが困難である。このことは、 銀河系や他の銀河のような無数の構成などから構成される系についても言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。